パリッとちょっと焼けたぐらい。おいしちょうだちゅね。どうも料理研究の鬼です。今回はですね、私の和食レシピということで、ほっこり食べられる煮物レシピなんていかがでしょうか。今回はそういうのも作れるんだっていうようなですね、ほっこりした煮物なんですけど、醤油も酒もみりんも使いません。それなのに抜群に美味しい煮物、究極のちくわに最高に美味しいんでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まずちくわ煮なんで、ちくわですね、これトップバリューの4本入りのつけを買ってきました。絹厚揚げ、これね、焼くバージョンと焼かないバージョンあるんですよ。まあでもどっちでも大丈夫です。はい、どっちも美味しいです。はい、普通の厚揚げでも全然大丈夫で、あとはかつお節、あとはですね、概要欄見てと言ったんですけど、あと使う調味料2つだけ、味の素と、塩だけです。はい、ものすごく美味しい煮物ができるんで、これを今からやっていきたいと思います。今回はですね、非常にミニマムなレシピでございます。醤油もみりんも酒も使わない、ギュッと凝縮した引き算のレシピですね。引き算のレシピっていうことは、いろんなものを使わないで美味しいっていうのが重要だと思います。引き算を理解していくために、引き算のお酒を飲んでいきたいと思います。いつもウイスキーに氷と炭酸を入れてますけども、氷と炭酸を入れないこのウイスキーのこの美味しさっていうのをちょっと感じたいので、炭酸も氷も一滴も使わないこのマイナスのお酒、どれぐらい美味しいのか確かめていきたい。いただきます。そりゃ青はうまいよということでやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。かつお節50秒、レンチンしていただいてですね、粉にする作業をやっていきたいと思います。そしたら温めてる間に切っていきたいと思います。ちくわなんですけども、煮物でちくわを食べる場合は箸で掴みやすい形状にした方が僕は美味しいと思ってます。なんで輪切りにしがちなんですけども、今回はなだめに切る、こういうことです。こういうこと、はい、こういうことです。はい、こうやって斜めに、はい、でこんな感じで切ります。厚揚げどうするかっていうと、絹厚揚げ使うんですけども、これはね、正方形に切っていきます。まあ9等分ですね。はい、はい、こんな感じでダイスがカットにしていきます。これがね、美味しい。こんな感じね、こんな感じ。はい、いいですね。はい、いいよ。はい、これこんな感じ。かつお節ね、50秒チンしたのがありますんで、はい、でこれをこう揉んで粉にします。はい、こんな感じでございますね。で、下準備は終了しましたので、これから煮ていきたい。はい、じゃあやっていきたいと思います。油ちょっと入れる、少し入れます。厚揚げとちくわを炒めていくんですね。まず厚揚げ焼いてから煮ることによって、この厚揚げとちくわの香ばしさっていうのが出てくるんでね、はい、ちょっと一緒に炒めます。で、これちくわもこう、ちくわもね、これね、練り物系っていうのは魚肉ソーセージもしっかりなんですけども、炒めていくと非常にいいね、香りが出てきます。この一手間なんですね。はい、まあ、手間っちゅう手間でもないですけどね、これね。強火で大丈夫ですよ。厚揚げが結構水分を持っている、食材なので、そんなたやすく焦げませんか。これぐらいのパリッとちょっと焼けたくらい、この状態で水を入れます。200のお水を入れます。で、かつお節の粉ですね。はい、で、味の素5振り、はい、こんな感じですね。はい、で、お塩なんですけども、このちくわにも結構塩分が含まれてるんで、塩はね、小さじ3分の1杯、これだけでいいです。ちくわからもね、すごくいい出汁が出るの。これ一回沸かしてください。これは丁寧に取った出汁と割と同じなんだよね、これね。で、これ沸きますよね。で、ちくわはもう味するんですけども、厚揚げの方に味が染み込んでないんで、この状態蓋をして10分、弱火と中火の間ぐらいでいいです。こうやって10分間煮込んでこの厚揚げに味を染みさせます。はい、ということで10分煮えましたんで、おいしちょうだちゅ
いい感じにこの水分が吸収されております。セルみたい。じゃあもうこれで出来上がりなんですよ。まずはまあまあまあ、はい、こんな感じでどうでしょうか。究極のちくわに完成でございます。はい、できました。食べていただきます。じゃあ香りやば。ぶちの香りがすごいですよ。うますぎる。俺マジこれ好き。深みはすべて炒めたちくわから出てて、だしの感じがガンときてめちゃくちゃ美味しい。すごくしっかり煮込まれたほっくりとする煮物ですね。これは日本酒いっていいかな。クイウェイ、君に決めた。いただきます。いやいやいや、これこの人の相性半端ない。ここで味変させてください。ここはもうね、一択からし。このキリッとした出汁には絶対からしです。ちょこっとつけて、うーん、うまい。最高だこれ。じゃあ、あっちだから。やばい、やばい、いやい、いただきます。はい、うーん、おー、すごっ。味すごいね。めちゃくちゃ出汁効いてるでしょ。うん、うまっ。いや、すごいね。これは煮詰まってる、ね、ヘルシーでいてて味もしっかりしててご飯もいけるけど、まあ俺は日本酒かな。うん、おでんだよ、ね、うん、おでんだけど、おでんほど全然手間かかる。でもこれは切って10分煮るだけでいいからすっごい上手でしょ。うん、ちょっと多めに作って、うん、なんか3日くらいでご飯の時の小鉢で出したい感じ。小鉢でいきたいな。もうあの全ての居酒屋の小鉢をこれにしてほしい。あったかい状態で出してください。お願いします。いやー、このチャンネルはもう日々使える料理がいっぱいあっていいチャンネルだな、ほい。ということで、今日はこれで飲んでいきたいと思いますので、皆さん、ちくわと厚揚げの今、まあ僕らしくないかもしれないけどめちゃめちゃうまいレシピなので、ぜひ試してみてください。ちょっと年齢を重ねるごとに胃の調子もね、結構こうそっちに寄ってきたんで、たまにはさっぱりしたものもっていう、ね、だんだんね、あの料理研究家なんで僕4、5年なんですけども、もうね、初期の頃から結構レシピ変わってます。はい、初期の頃はね、あの油ごってりのバズバズレシピで、30代前半はそうだったんですけど、30代中盤に差し掛かってほっこりした煮物を食べたいようになってからです。